はい、どうも、ジャズ。今日はですね、ちょっとね、すごい恥ずかしいことを、これまで、えー、自分が弓を引いてきて、弓の方をいろいろ研究してきて、ちょっとこれは、ちょっとミスってしまったなって思うようなことがあったので、ちょっと一個そのお話をして今日は終わりにしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、今ですね、この社学召集っていう文献がありまして、はい。 あのー、社学招集っていう文献の文章をこうやって、えー、解説するこれ「真」っていうね あの、つまびらかにする、詳しく物を見るっていうものに対しての体の使い方の話をしてるんですけれども、え、人が物事を、物を集中して見るときっていうのは、体をどういうふうに伸ばしてあげると、その集中度が上がるかっていうのが、これあって、まあそういうのをね、セミナーでお話ししたり、まあこれ、骨膀の話になるんですけども、筋肉を使わ、使っちゃダメなんですよね。こう、グーって見るんじゃなくて、物をずっと見つけるにどうしたらいいかっていう,こう話なんですけど、それをね、そういうところまで、 今まで分からなかったようなことが解剖学レベルで分かっていくとですね、えー、ある一つの内容が実は、これ間違っていたっていう話があって、それが体勢相って後ろを向くって、あ、ごめんなさい。えっ、ー、とね、その間違ってた内容が何かっていうと、下筋を張るっていうじゃないですか。で、下筋張るときって、この上腕三頭筋の筋肉を、こういう風にこう張って、なんかこうやって押すようにしましょうって、こう、 やると思うんですけど、もう私もそれで教えてたことがあったんですが、えー、これが間違っていたということが分かりました、えー。体勢沿って後ろを向くという文献があって、この体勢沿って後ろを向くっていう文章が、ま,あ、まさに今の弓道で言われる、この下筋を張るっていう言葉なんです、ね。で、それがどういう意味かというとですね、左の方と右の肩をこう一直線揃えて、左手を えー、二寸、斜め上に上げてあげると、えー、肩から手首にかけてのこの斜めのライン上に二個を上げてあげると、えー、伸びると。えー、それがまあ正しい、あのー、左の押してをこう使えてる状態だっていうようなことが書いてあったんですよ。で、これが、まあ言ったよね。私、これ5年ぐらい前にこの社核召集っていう文献を使って、あの、解説してたんですけども、あの時はね、 まあ、その、左の脇の下からこうやって押すようにするんだよっていう風にまあ、正直言っちゃってました。肩甲骨こうやって開くんだよって言ってました。これ完全に間違えてます、今。<laughs> 間違えてます。どうしてかというと、これが、まあ、この文章ね、今私は、そのまあ、その5年前とかでは、まあ、どのぐらい解説して,かしてたかって言ったら、まあ言ったらこの、社学召集の、 こう3種類文献あるんですよ、社学書諸って。社学書諸って3種類文献があって、1種類目の部分をまあセミナーで使ってたんですよね。だけど、こ2種類目3種類目ってあるじゃないですか。2種類目3種類目でこう全部解説するわけじゃないですか。で、その言葉の意味も、あのー、日本語ではもう絶対意味繋がらないので、私はこの言葉の、うん、形から、あと中国語ですね、を使って文章調べるんですね。調べたら分かったんですけど、 全然これ自分の役してるの違うじゃんと。なんと、この、下筋を貼るって言って、この脇の下を貼って、こう、こういう風になんか、こう、課金で押すんだみたいな、こう、左の肩を下に下げて、こう、下から上に押すようだっていうやり方をやると、肩が前に出て、それは病気になるっていう文章がここに書いてあるんですよ <laughs>。で、その後のこの、この文章を読んでみたら、 こここその後のここの文章を読んでみると何が起こるかっていうと、ここのくぼみと、ここの鎖骨のこの骨と、背中から肩が繋がっているんだって話があって、それは全部前に出るようにって言ってるんですよね。だからこれ正解は下筋を張るっていうのは、下から上にここを、こう、こう、ここなんつうの、こうやって張るんじゃなくて、この背中を伸ばして、伸ばしてあげれば、前に前に前に行くっていう。で、 こううひねられてて下に降りるっていう、えー、つまり、下筋を張るっていうのは、下筋を自分から張っていくんじゃなくて、こういう風に体全体を左右均等に開いていったら、脇に自然と力が集まり、この力によって肩が後ろにひねられ、そしてここに力が集まるようになった結果、この、まあ、このくぼみであったり、鎖骨であったりっていうのが降りて前に向いていくっていう内容だったんです。えー だから、これはもう完全に違っていて、この、この鎖骨や、この、えー、くぼみの部分をですね、前に伸ばすっていう、ここのこどば、ここの言葉も意味が拾えるし、この体の使い方をやれば左右に均等に、そこからさらに開く力、これは筋っていう内容なんですけど、筋っていう内容もわかるし、で、それが全部繋がっていくと最終的に離れた後に、すごく集中して、 あの、終わった後の動作ができるっていう、これ、中って内容なんですけど、その中につながるんだという、この鎖骨が骨に出るとこう、こう集中して物が見れる姿勢になるんだっていう話。で、さらに、その動作っていうのが、足先から頭頂部にかけて一本の線がこう伸びて、ちょっと痛みは伴うんだけども、それが車の道になるっていう言葉の意味にもつながるっていうところまで、全部解説できるようになって、で、この、こうやって、 こう、脇の付け根から押し込むような下地上貼るっていうのでやると、もう全然ここら辺の意味がわけわかんない、くなっちゃう。だからまあ、あえてこう、なんかスルーしてたんですけど、ここまでの文章が全部読めるように繋がって読めるようになったんで、あ、これは多分前の文章違うわと思って、<laughs> いやー、ちょっとね、恥ずかしいことしましたね。だからこれ、この場を借りてコミュニティの人たちにはちょっと、申し訳ないなと。まあ、5年前、私が持っていた知識というのは、 まあ、あのやり方でね、20キロから25キロぐらいは開けると思うんですけど、まあ今私40キロに読み引いてるで、僕分かったんですけど、えー、もっと強い読みを,を楽に開いて、射程を綺麗にするんであれば、あの読み方ではダメですね。だから、私がきっちりと、すべての文章の意味が繋がって終えるように、読めるように、そして一つ一つの言葉、なんで力が集まることを社学召集では修理って言ってるのかとかっていうのも全部解説します。はい。 ね、ということで、えー、人生で一番恥ずかしかった出来事が、下筋を貼るの貼り方っていうのが、えー、まさか違っていたと。引用元を読んでみて、改めて読んでいた違っていたということがわかりました、えー。皆さんも気をつけてください。ありがとうございました。